ブルターニュ公国はかつてヨーロッパ大陸西部にあった公国で、後にフランス王国の一部となった。その領土は現在のブルターニュ地域圏全体とロワールアトランティック圏を含んでいた。公国はノルマン人によるブルターニュ占領さなかの936年に生まれた。最後のブルターニュ王アラン一世、ルグランの孫息子アラン・バルベトルトが ノルマン人から祖国を解放しブルターニュ公になった年を起源としている。10世紀から12世紀のほぼ3世紀間にわたって、ブルターニュの大貴族たちが熱心にブルトン人の国内で競い合っていた。12世紀半ば、公国はヨーロッパの列強である大国フランスとイングランドに挟まれた地政学的に戦略の重要地となった。プランタジネット家とカペー家が自分たちに 都合の良い公尺を据えようとした。二つの大国の影響が絶えず、公尺に課せられた。13世紀初頭から15世紀後半まで新仏派の公尺が続き、百年戦争さなかの1360年から1460年までは、公国は独立国家としての力を蓄えた。外交及び軍事での60年にわたる構想の後、フランス王国が何世紀にもわたり、 広告の監督を行い広告の利益を貪った。1532年、広告とフランスの連合が宣言され、連合条約が有効に働いている1547年に、ブルターニュ公であるアンリ2世がフランス王に即位した。しかしながら、新たにフランスの州となったブルターニュは、1789年のフランス革命までかなりの自治権と特権を、 保持することができた。ありがとうございます。